春日萌香です。 79.5 FM ナックファイブファンタジーラジオ、インタマ379.5 FM ナックファイブ、春日萌香がお送りしているファンタジーラジオ。この時間は春日と埼玉わっしょい大使の川内あやちゃん、あやちが埼玉県内の興味深いスポットやイベントを実際に訪ねて取材、インタレスティングな埼玉の魅力を1ヶ月にわたってご紹介するインタマ3。今月ご紹介しているのは川口市、日本万華鏡博物館、キッチンとも、フラワーカフェブルーミーズと川口のおすすめスポットを巡ってきましたが、今週が川口市の最終回。市民の憩いの場所である公園を2カ所ご紹介します。まずはこちら、川口西公園リリアパークに来ました。はい、やってまいりました。ちょっとねお天気が小雨が降っている感じですね。そうですね、肌寒い感じで、はい、でこちらの川口西公園ではさまざまな彫刻が飾られていて、はい、見ることができる、楽しむことができるという、そんな公園になっております。はい、だいたい17個ぐらいの彫刻がある。あやちはどれか気になったものありました？そうですね、私は駅からも見える大きな背の高いモニュメントといいますか、はい、シルバー色の四角い、うん、ありましたね、はい、うん、ものが、正方形のものが円と3つのね足がついたこう台座の上に乗っているような、はい、でその正方形の部分がちょっと波打ってるデザインになってる、そうなんです、そうなんです、ね、ものですよね。はい、気になりました。はい、私はですね、はい、魚の船みたいなものがあったんですよね。というか魚の飛行機なんでしょうね、これはね。なるほど。で羽が生えてるんですけど、真ん中ら辺はこう骨が見えているかのような、そんな独特のデザインになっております。トビウオとはまた違ってね、不思議な形の魚の乗り物、黒金号の行方2というそうです。ワンはどこにあるんでしょうか。そうですね、気になりますね。私実は高校時代にここをよく来ていたんですね。川口にあのお友達が住んでまして、はい、ここの公園のベンチでお話をしたり、あの軽く勉強したりしてたんですが、あら、青春の場所。そうなんですよ、あんまりこの彫刻たちに重きを置いてなかったので今日楽しみでした、すごく。改めておばあちゃん、お父さん、お母さん、ね、子供たち、本当にいろんな銅像があるので、うんうんうん、きっとお気に入りのお友達になれる銅像もあるんではないかなと思います。そうですね、春日さん話しかけてましたもん ね、慣れたかな友達に、緩やかな柵になっていて、こうレンガが敷かれているような道です、はい、で両脇にはね桜の木が植えられていたので、はい、桜のシーズンにはとっても綺麗な公園になるだろうなという感じがしました。そうですね、ピクニックの方も多く来られると思います。ちょっと一つ二つ花が咲いてる木もありましたね、うん、彫刻の他にもね、はい、子供たちが遊べるような可愛らしい遊具もありましたね。ありました。滑り台の上には、うんうんうん、キュポランという川口市のキャラクターがついておりましたね。可愛い。しかも、うん、あのその滑り台の脇にはイモムシの、これはベンチですか、ね、本当だ。かわいい遊具もありました。うん、小川も流れててね、春だけではなく夏も楽しめるんではないかなという、そんな公園になっております。キュポランです。川口といえばキューポラのある町、吉永小百合さん主演の映画ですね。こちらを思い浮かべる方もいらっしゃるんではないでしょうか。妖怪色のキューポランをモチーフにしたゆるキャラキュポランに、ところどころで川口では会うことができます。今ご紹介した川口西公園は JR 川口駅の西口すぐとなっておりまして、ひな壇式の広場の先には芝生が広がっていて、市民の安らぎの場となっていますよ。
それでは続きをどうぞ。先ほどの川口西公園から移動してきまして、ちょっと変わり種のゴリラ公園にやってきました。いやー、こちら結構有名なスポットですよね。ですね、うん、さっきの川口西公園は川口駅すぐだったんですが、こちらのゴリラ公園は最寄り駅でいうと南浦和と蕨駅の間くらいということです、うん、ちょうど近くに電車通ってますね、うん、ですね。あと川口の広さを感じるよね。確かに、うん、ここも川口ということで、はい、こちらにはビッグジョーという名前の推定身長4メートルを超えるゴリラがいます。身長めちゃめちゃ高いよね。いやもう想像以上の大きさでした。うん、今日はですね、お天気ちょっと崩れてますけど、うん、こちら外観の高架下にある公園ということで、こんな日にもぴったりですね。うん、その下でゴリラが暴れ回っているかのようにですね、うん、左手で時計をぐいっと曲げているので、はい、うん、正確な時刻がわからないというね。まるでキングコングを彷彿とさせるような迫力のあるゴリラです。何分かに1回目が動くというね、はい、そんな仕掛けもあるそうです。結構真正面から見るとめちゃくちゃ怖い顔してました。あとまたくぐりができるっていうね、いろんな遊び方もできますね。ハグしたりとかいろんな写真も撮れますが、はい、あやつさっきキングコングみたいだって言ったよね、はい、え、あやつ今からゴリラにさらわれちゃうの？ビッグジョーにさ、あやちがビッグジョーにさらわれちゃった。でーん、でんでんでんでーん。ゴリラ対ハルヒー。あー、はい、以上ハルヒー劇場でした。こちらのゴリラ公園では BMX、マウンテンバイクですね、はい、あとはランバイクなどが乗れる結構本格的なコースもあります。はい、なんかスキー場のようなうねうねとしたコースになってますね。波打ってましたね。でこうしっかりとね、土で固められて作られているというね、お子さんが乗れるストライダーが、走れるというね、そんな時間帯もあるそうなので、さらに週末はレースなどもやられているそうですよ。あ、いいですね。ビッグジョーゴリラだけではないというね、ヨーヨー、みんなぜひこちらのゴリラ公園にお越しください。ヨーヨー。2カ所目のゴリラ公園ではあやちがお聞きの通り終始巻き込まれておりましたね。まあゴジラマイナスワンがアカデミー賞の視覚効果賞を取ったということでお許しください。ゴリラ対ハルヒ、まあ、ゴジラ対ハルヒね、きっと連想したんでしょうね。こちらのゴリラ公園、近隣への土ぼこり対策のため散水が実施されておりまして、散水後は滑りやすくなりますのでご注意ください。さて今回が川口市の最終週、来週3月最後のインタマ3はスタジオからあやちと一緒にお送りします。お楽しみに。インタマ3は Spotify などポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。